テントマコトチャンネル始まるよ。どうも、いつもお腹がペコペコテンです。チョヌンテンイムニダジョングクニムランブイニムガチョワハムニダ。今回はタイニータンのキューポスケット撮っていきたいと思います。この動画では B カラーのコンプ動画を見ていただきたいと思っております。まずはググさんですね。こちらググさんの B カラーをやっております。今回動画をまず作ったんですけど、30分ぐらいの長い動画になってしまったので、実際にアームが動いているところだけ編集で切り取りました。はい、今3手目と4手目の間なんですけど、3手目が立ってしまったので、4手目の時に倒していただいて、ここからスタートしております。はい、5回目ですね。今回は結構手数がかかりました。ですね、ブースが2ブース展開されてたんですけども、今僕がやってるブースはグクさんとジミンさんとテテさんとジンさんのブースなんですけども、この左側がですねシュガーさんと J ホープさんと RM さんのブースになってまして、この3人のブース、今僕がやってる左側のブースはとても簡単でした。動きも良くて簡単だったんですけど、4人のブースですね、そっちが少し重たいらしくて、プライズがですね、なのでちょっと難しいっていうか、結構沼ってる人も多かったぐらいでしたね。こっちは簡単でした。なのでコンプはできたんですけど、今回は結構手数がかかったコンプとなっております。はい、シュガさんはもうワンコインで取れる感じですね。はい、はい、ゲットです。では次 RM さん取っていきたいと思います。さあ1手目でどうなるか、これが結構厳しい形なんですよね。1手目で立ってくれるとめちゃめちゃ簡単なんですけど、こんな感じで立たないと、はい、これはいい感じですね。もうちょっと端幅広ければよかったんですけど、まあもうこれはもう取れる形なので、このまま続けます。1手目で立つか立たないかで全然違ってくるので、本当に1手目立たなかったら初期位置に戻しますで十分だと思います。僕はそのままやったんですけど、はい、あとちょっとで取れそうですね。さあ落ちるか、はい、では次はジンくん取っていきたいと思います。ジンくんの箱の黄色色がすげえ可愛いなと思いました、個人的には。でこれも寝てるんですけど、これまだ立つ可能性があるのでプレイしております。グクさんとシュガさんと RM さんの段階で16手ぐらいかな。なのでここまでは割とスムーズにいい感じでいけているかなっていう気がします。結構箱にも個体差があったのか、取りやすい箱と取りにくい箱もあった気がしますね。もう少し簡単だったらよかったんですけどね、ちょっと難しかったイメージがあるので。はい、ジンくんここから動きません。不動のジンくん。いや、キューポスケットすごい。この日はドラケンも導入日だったんですけど、僕正直ドラケンよりもタイニータンのが楽しみで、で実物見た時にもうめっちゃ可愛いと思って、これはもうコンプと思って、ここでもうコンプする意思を固めましたね。はい、23手で取れましたね。グックさん、RM さん、シュガーさん、ジンくんで、23手ですね。合計23手で今のところ進んでおります。では次 J ホープさん、なんと不思議な形、やっぱりダンスが上手いから、ダンスが上手いから変な立ち方しちゃってますね。さあこれもまだ立つ可能性あるんですけど、どうかな、立ってくれるかな。
これはちょっと嫌な形ですね。このまま進めなくてもよかったとは思うんですけども、この時僕は続行しておりますね。この初期位置の方が良かったかなと思います。はい、ただここでこの形はとてもいいですね。これは取れる形なので、ただちょっと手数はかかるかもしれない。あ、そんなことはないかもしれない。取れそうな気がしてきた。はい、こうなったらもう手前をずっと攻撃ですね。はい、ここまでで30手で、このジミンちゃん、ここで大沼りします。ジミンちゃんで沼りましたね。いや、でもジミンちゃんすごい可愛いんですよね。はい、まず立たせます。その後、手前を右に振りました。はい、これ逆で良かったかなと思います。これ一回左に振って後ろを倒した方が良かったのかもしれないっていうのが、反省点ですね。はい、この後ちょっとどうすることもできなくなってしまって、一回倒したいなっていう感じですね。はい、倒したはいいんですけど、こっからどうしようもないなみたいな感じになってます。ちょっとジーミンちゃんの時はあまり自分のいつもの取り方ができなかったイメージですね。なのでこれももう初期じゃんけんだったと思います。初手で、初手じゃないですね、3手目ぐらいか。ちょっとあんまうまくいかなくなった時点で初期位置の方が良かったかなって思います。じゃないとどんどん無駄に手数ばっかりかかっていってしまったので、そういうところですね、そういうところの判断をもうちょっと早くすればよかったなと思いましたね。ただこうなると手前を持ち上げていけばおそらく横ハメになれるので、もうこれは続行してますね。ここは、はい、39手目手前を狙ってます。手前を狙うときは、右左をちょっと考えながら狙うんですけど、奥のバーから離れている方があったらくっついてる面の手前を持ち上げてあげるといいと思います。今はどっちも設置しちゃってるので、さあこれでもっと深くなってくれたらいいんですけど、ちょっとね浅くなってしまったんですよね、ハマりが。42手目、はまらない。なかなかこっからはまらないんですよね。はい、はまらない。もう少しハマりが深くなってくれると簡単に取れそうなところではあるんですけど、なかなかうまくいかないんですけど、今回は右を深くかけたかったんですけど透かしました。あ、でもちょっと深くなってる感がありますね。深くなってる感はあるんですけど、はい、ここで少しアシストをいただきました。角度をつけていただいて、はい、これでやっとはまったかなって感じですね。あとはもう手前を狙い続けてです。では最後テテさんやっていきたいと思います。冒頭での挨拶で韓国語をお話しさせていただいたんですけど、その時にグクさんとテテさんのことを推していますっていうことをお話しさせていただきました。これ角度逆だったらよかったんですけど、こっち向きだと後ろ側を右に振っていきたいので、最初から後ろが右の方にあればすごく手数少なくいけるんですけど、今逆にあったのでちょっとそれを調整する作業が逆にかかってしまうと。なので手前を左に振って後ろを
強引に右側に向けていきました。今回はでこのまま倒します。んー、ちょっと足りなかったですね。もうちょっと転がってくれるとすごいいい形だったんですけど。あ、でもなんとか転がすことができたので、このまま手前を狙いたいと思います。いい感じで、奥にちょっとした隙間があるので、そこにアームを通します。これがうまくいきましたね。はい、もうほとんど落ちてますね。右奥だけ落ちてて、左奥が残ってる感じですね。では次、手前を狙っていきたいと思います。アームが入るのが右しかないので、ただ右奥はもう浮いてしまってるので、あまり手前は意味がなかったですね。なので手前狙いに変更してやっております。手前をすくってどんどん上の方にズリズリ上げてくるイメージですね。これが効果的で、だいぶ落ちてるので、もうこのまま続けたところ、はい、落ちました。ということで B カラーのコンプで5000円となりました。なかなか手数かかりましたね。でもなんとか取れてよかったです。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと A カラーもコンプしたので、その動画も別に上げたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。